大麻の医学的研究大麻の医学的な研究では、大麻使用による薬理効果、または健康への影響についてを記述する。1990年代以降、イギリスやカナダ、アメリカなどでは大麻についての科学的な調査、研究、医療利用がなされており、規制を受けることなく動物実験、臨床試験が行われている。タイマに含まれる、抗精神作用のある、 主な物質は、テトラヒドロカンナビノールである。商用栽培の大麻の下水に含まれる。THC は、クローンや液肥の調整、シンセミア、受粉させずに、メカブの下水を成長させる栽培法によって、野生の大麻よりも強化されている。THC は、人の体内に取り込まれた後、化学的な変化を経て、カンビノイドになり、これが、脳に直接作用する。 1990年が発見され、91年には CB を発見。他の神経伝達物質と同様に、人の体内で自然に生産され、工場性に関与しているという理解が深まる。カンナビノイドは苦痛の伝達系統に採用し、特にオピオイドに対して、ドーパミンアゴニストの役割を果たす。 このことがリスクの比較的高いモルヒネオを代替する鎮痛薬としての医療研究に道を開けたと言える。使用後すぐに現れる主な生理学的影響として心拍数の上昇、口の乾き、目の充血、眼圧の低下、集中力の低下、食欲の増進が挙げられる。また、脳波はある母が通常より若干低い周波数で長く持続することが知られている。 同時に、味覚や嗅覚、聴覚の偶発的な拡張など多くの主観的効果をもたらし、使用量が増すと、時間や空間の感覚がねじ曲がったり、映像、音楽の瞑想、一部のタシナプス反射の失調、没個性などが発生する。カンナビの色需要体が多く存在するのは、順に、運動、感情、学習、動機づけなどを司る、大脳規定核。 運動調整をする小の、短期記憶とストレスを調整する、ウミウマ、脳の工事機能を司る、大脳心皮質であり、これらにカンナビの井戸が作用することによって、行動に変化が現れる。動物実験、臨床試験ともに、短期記憶の混乱が観察されている。これは、海馬がカンナビの井戸の影響により、一時的にウミウマが損傷された状態になるためで、その結果、 会話神経単位の活動と入力機能が低下し、最終的に記憶形成に関わる過程が阻害される。この作用は THC が代謝されるに従って失われ、最終的にウミウマの機能は通常に戻る。大麻の喫煙による明定状態は1時間から4時間である。THC 含有量の違うマリファナタバコ0%マイナス3.6%を 実験施設で健康な成人男性10名に喫煙してもらい、その作用時間を詳細に調べると、主観的効果は約3.5時間で消え、心拍数、動向の拡散は1日以内に元に戻った。少なくとも1本のマリファナタバコの残留効果は小さいと言える。離脱症状を含む精神依存性については、マウス実験によって立証されている。アルコール、コカイン、 ヘロインとは度合いが大きく異なるが、長期継続使用後に突如使用を中止する際、離脱時に不眠症、不安、食欲減退、イライラ、筋運動の増加などが観察される。超長期の使用は、薬物動態学的、吸収、代謝、分布、排泄にも、薬力学的、薬物と受容体の相互作用、生体反応の強さにも変化を与え、使用量の増加と、 薬物代謝の強化をもたらす。2006年4月発行のジャーナルオブコンサルティング t i n g and c l i n i c a によると認知行動療法と動機づけ報酬強化の二つの方法の組み合わせより精神依存を総裁することができるとしている。調査は大麻依存と診断された参加者に対して大麻をやめる代わりに商品券を受け取れるグループ A、認知療法を受けるグループ B、両方を受けるグループ C に分け14週間にわたって行われた。3ヶ月後、A グループ40%、B グループ30%に対して C グループの43%が大麻の使用を止めた。さらに12ヶ月の追跡調査の結果、A グループ17%、B グループ23%に対して C グループの37%が使用中止を継続していた。 国境なき医師団の創設者として知られるフランスの医者で政治家のベルナール・クシュネルはピエール・ベルナール・ロック博士の監修のもと1998年に政府報告をまとめ依存性と神経毒性によって薬物の分類を行った最も依存性が高くかつ致命的なクラスとしてヘロイン、コカイン、アルコール中間クラスとしてベンゾジアゼピン、幻覚剤 タバコ、大麻を最も危険性の低いクラスとした。報告で、大麻は第3章に定義された神経解剖学的、脳科学的、そして行動学的検知から神経毒性を持たない。そして以前から指摘されている長期大麻使用者の脳の形態変化は近代的な MRI による検査で確認することはできない。さらに、 大量の THC を投与したマウスにおいても、海馬の不可逆的形態損傷は発見されなかったと、し、クシュネル自身による総括では、科学的検知に立つと、アルコールやコカインとは、対照的に、大麻の神経毒性は立証できないと締めくくった。2006年の研究では、THC は、アセチルコリンエステラーゼ、エイクを抑制し、かつエイクパと結合させ、 脳の老化に関係すると言われているベータアミロイドペプチドを減少させることが発見されている。この効果は、エイクパとアルツハイマー型認知症の因果関係が証明されて、以降、アルツハイマー治療の一定の目標となっていた。タイマは毒性が低く急性中毒で致命的となることはほとんどない。タイマの吸引は燃焼時のタールによって慢性的な器官支援。 癌などの原因となる。精神的な害としては、統合失調症、うつ病、パラノイアなどの精神障害があるとされ、これらを総称して、大麻精神病と呼ぶが、大麻精神病という疾患単位は確立していない。また、風は、大麻精神病という疾患は、明確に定義されていないのが実情であり、さらに推定される症状も、統合失調症など他のすでにある。 精神疾患と判別がつかないため、大麻精神病を確認するには、研究による証拠の提出が必要となるとしている。風は、標準化された診断基準を用いる臨床的及び疫学的研究は、薬物使用に対するコントロールの損傷または、喪失、業務遂行能力の妨げとなり、大麻使用を原因とする認知と自発性のハンディキャップ、 そして特に深刻な長期乗用者における自尊心の低下や抑うつ状態などその他の関連問題を特徴とする大麻イイーン症候群に十分な証拠を示したと述べる。全米科学アカデミー医学研究所は煙による害を別にすれば大麻使用による副作用は他の医薬品で許容されている副作用の範囲内にあるとしている。また、イギリスの研究団体 ベックリー裁判も、大麻は精神及び、体を含む健康問題で良くない場合があるが、相対的な害では、それは、アルコールやタバコより、極めて害が少ない、としている。大麻による障害は、世界保健による、国際疾病分類第10版である、の、で診断される。メルクマニュアルによれば、吸引した場合のデルタ THC の LD50、テストしたラットのうち、 50%に対して、致死量は、体重比にして 42mgkg である。傾向で摂取する場合、オスラットの LD50 は 1270mgkg であり、メスラットは 730mgkg である。傾向で、致死的な過剰摂取状態に陥るには、カンナビのイド受容体を飽和させる量の4万倍の、量の大麻が必要である。 大麻の過剰摂取によって死亡したり、高級的な損傷を被ったとする報告は現在までにない。大麻中毒の救急外来での最初のスクリーニング検査は THC を尿検体で測定するものである。一過性のリラックス、多効感、股間変化など、視覚変容がもたらされる。大麻摂取による身体的な作用として、貧脈、血圧の変化、 眼球内の余分な圧力の緩和、気管視張、オ嘔吐反応の抑制、目の充血、眠気、喉の渇きと食欲の増加などがある。精神的な作用としては、糖水や聴覚、食感、味覚の変化がある。大麻による、明定状態でも、尻滅裂な言動はなく、意思決定能力に影響は出ない。また、交通事故の危険性については、 イギリス交通研究所が運転シミュレーターを使った反応時間の実験では携帯メルの作成で35%、アルコールを飲んだ状態で21%、大麻喫煙で12%低下するという結果であった。大麻の過剰摂取や恐怖感や罪悪感、不安感、ストレスなどによりバッドトリップと呼ばれる健康反応が起こることがあり、一過性の抑うつ、微人感、 被害妄想などのパニック状態がある。バッドトリップは主に適量や扱いがわからない未経験者が落ち入りやすく対処法としてはリラックスできる環境に移り安静にすることが良いとされている。また、オランダのコーヒーショップでは砂糖水を飲ませ落ち着かせるのが一般的である。イギリスやカナダ、アメリカなどの調査や研究では大麻が暴力や攻撃性、 飛行などの主因となるということは否定されている。また、臨床研究でも大麻による糖水が敵耐心を増加させる兆候は見出さていない。各研究報告では、薬物の依存性を以下のように報告し、大麻の依存性は低いとしている。依存性薬物の特性、1963年、使用人口に対する依存症になった人の割合、 1999年。薬物依存症の重症度評価尺度2004年。アメリカ国立薬物乱用研究所の評価。1994年1999年のカナダで行われた研究では、大麻の依存症は他の薬物に比べて高くはなく、タバコ、アルコール、ヘロインより弱いとされている。また、国境なき医師団の創設者として知られる。 フランスの医者で政治家のベルナール・クシュネルはピエール・ベルナール・ロック博士の監修のもと1998年に政府報告をまとめ中毒性と神経毒性によってドラッグのクラス分けを行った結果最も中毒性が高くかつ致命的なクラスとしてヘロイン、コカイン、アルコール中間クラスとしてベンゾジアゼピン、ハルシノゲン当時における 幻覚剤の総称、タバコ、大麻を最も危険性の低いクラスとした。疫学的には、1994年のエッサスタリーで、米国北部で調査された2万人のうち4.4%が大麻を常用し、その約5分の3が大麻依存状態であるとしている。1994年に改定された精神医学の診断指針である。 精神障害の診断と統計マニュアル第4版により薬物依存症の概念は変革を迎えた。第4版における薬物依存の診断には身体依存を必要とせず既存の依存の考え方を改定するものであり、それ以前までは薬物依存の定義は確立していなかった。これに基づく新たな依存の考え方の下で大麻の依存は言及されることとなり、 大麻が依存を起こすことの実験的証明は、主に2000年代に入って行われるようになった。大麻の離脱症状は、アルコールやオピオイドほど激しくはないが、長期常用した場合の離脱期には、体重減少、睡眠障害、異常な夢などが起こる。大麻の離脱症状が見られる頻度、大麻中止後の中期、長期にわたる離脱症状については、よくわかっていない。また、 対魔使用者に離脱症状がどのような頻度で現れるかについての研究は存在しない。精神面での離脱症状にはイライラや液刺激性、移動性が見られる。また、攻撃性の更新も観察されることがあり、さらに抑うつ、疲労、頻繁なあくびなどが見られたとの報告もある。離人症性障害とフラッシュバックは少数の症例のみ報告されているだけで、 タイマが関連しているかどうかの医学的根拠はない。2001年に行われたタイマを過去6ヶ月間、最低1ヶ月に25日1日平均3.3回使用している重度乗用者12人にタイマ摂取を立たせた研究では劇的な身体症状は見られずアルコールやアヘンの禁断症状よりも軽いとして起きながらも総合的に食欲が落ち睡眠障害、そわそわ イライラ、攻撃性更新といったニコチンの禁断症状と同様の気分障害が見られ、大麻摂取でそれらは消失し、禁断症状発症率は95%信頼区間で78%以上であった。これらのことや他の複数の研究から、大麻常用者は実験的に効率に禁断症状を発症しうると考えられている。また、 2008年1月に大麻とタバコを常用している12人を対象にし、5日間かけていった研究では、大麻とタバコの併用者で、大麻使用を断った場合睡眠障害が多く、タバコの中断では不安や攻撃性高などの気分障害が多く見られた。大麻の禁断症状は、外見でわかるような症状は、極めて稀であり、長期乗用者に限られている。 また、アルコールやヘロインなどの身体的に顕著な禁断症状を伴う薬物に比べて、穏やかで、期間も短く、一旦止めたユーザーが再び始めようとする誘惑もあまり起こらないとしている。これは、ヘロインやアルコールなどの禁断症状の起こりやすいドラッグでは、数時間から数日で代謝物が体外に排出れるのに対して、大麻の代謝物の場合は排出されるのに、 数週間かかることも関係していると言われている。また、大麻による禁断症状が稀であるために治療方法が確立していないが、近年の研究でリチウムを使った治療方法が有力視されている。慢性的な影響の中で最も顕著なのは精神面に対するものであるとされている。2004年に行われた日本の全国調査では、日本で大麻を 主な乱用薬物として精神医学的治療を受けている患者17人は6割が精神病回、回マイナス -12.5、回12.7など3割が依存症と診断され1割3人が入院治療を受けている。乗用者はもちろん週1回以下の時たまの吸引でも微人感、パラノイド、現実感喪失などのバッドトリップと呼ばれる。 急性症状を起こすことがある。また、統合失調症などの精神病の危険因子であるとされている。2003年秋までの253本の論文をまとめたスウェーデン政府の報告書では、大麻は違法薬物の中では精神疾患との関連が強く、様々な精神疾患を発症するリスクは、ヘロインよりもはるかに高いとしている。日本では、主として、 大麻で全国の精神科優勝医療施設で治療を受けているものの17人のうち10人は精神病との診断を受けている。行われた7つの疫学研究を総合することで、大麻マ応用者は精神病発症リスクが2.9倍と見積もられている。また、若年者の大麻接種は精神病発症のリスクを増大させると指摘されている。 現在知られる害の中では、依存症をはじめとする、精神疾患の発病、悪化が最大と思われ、大麻乱用の多い英国の精神科集中治療室の患者の多くは、アルコールなどの精神病の起因となりうる、他のドックも併用しているが、因果関係は不明ではあるものの、多くは大麻使用者である。大麻を時折しか使用しない人の大多数は、永続的な身体的、 精神的障害を受けることはないとの報告もある。しかし、2005年のニュージーランドの研究では、1265人を対象に25年間のアンケートによる追跡調査を行った。これを統計的に分析した結果、精神病的症状を発症するリスクは1.6から1.8倍であるとしている。2008年11月に、 精神医学イギリスジャーナルで掲載された論文では1万5000件以上の文献を収集し、その中から選別された13件の長期研究の検証を行った。その結果、大麻と精神病との因果関係が不明瞭なままであり、また、降楽因子の調整も不十分であるとして、大麻と精神病との関連性は信頼性に乏しい。と結論付けている。 うつ病に関しては、大麻が、うつ病のリスクを増さないという報告と増すという報告がある。前者では、大麻成分カナビジオールが、うつ病のリスクを回避し改善されることが確認されており、成人4400人を対象にした調査では、大麻使用者の方が、うつ病になりにくいという結果が出ている。また、大麻成分の泥ナビノールによるうつ病の治療を受けた。 患者の80が改善されたとの報告もあるが、後者では若い女性において THC の摂取量が大きくなるにつれて、うつ状態に陥るリスクが優位に高まった。イギリス医学ジャーナルのオランダの研究とスウェーデンの研究、ニュージーランドの研究をレビューしたニューサイエンティスト氏の論説では、統合失調症患者の13%が大麻精神病としている。スウェーデンの研究では、 大麻が統合失調症を引き起こす原因になるという因果モデルを前提に調査結果を考慮して人口全体の大麻経験率が50%で統合失調症のリスクが30%増えると仮定した合わせ統合失調症患者の13%は大麻精神病とする仮説を唱えている一方2006年1月にイギリス薬物乱用諮問委員会が大麻で 統合失調症までは起こりにくいとの報告書を公表。同年3月にイギリス保健省が統合失調症全患者約4万人に対して大麻に関連したものはごく少数と報告した。また、オックスフォードでの研究報告では大麻使用が統合失調症に発展する障害リスクは最悪でも1%以内であることを示している。大麻を常用していても 統合失調症のような疾患にまで発展する人は5000人に1人の割合であり、過去30年間の間に大麻使用者数が増えているにもかかわらず、統合失調症患者の数は減少している。2008年1月に発表されたデンマークオルフス大学病院の研究では、大麻精神病とされ治療を受けた609人と、統合失調症や、 それに関連する病状で治療を受けた6476人の家族歴を比較した結果、親や兄弟など第一度近親者で統合失調症になった人のいる割合は、どちらのグループでも変わりはなく、統合失調症の発症率は、大麻の使用には関係がなく、元来統合失調症であるか、なりやすい人が大麻を吸った場合、当初大麻精神病と診断され、 その後統合失調症となるとしている。倦怠感による生産性の低下、注意力欠乏といった症状を無動気症候群と定義しているが、重度な大麻使用が原因で無動気症候群が見られたとするケースでも、大麻の使用と無動気症候群との因果関係を示す。説得力のあるデータはないが、大麻摂取による能力低下を間接的に示唆する研究結果が出ている。 高校生を対象とした調査では、大麻使用者と非使用者との平均点の違いは、ほとんど見られず、大学生を対象にした調査でも、大麻使用者の方が非使用者よりも成績が良いことが判明し、ほとんど同じように学業を達成している。実験研究においては大麻には、学習や成績、意欲に目立った悪影響は何もなく、大麻を与えた被験者の方が、対象群よりも、 長時間働き、研究の終了時にも、同等の得点を獲得している。ただし、大将軍より長時間働いたにもかかわらず、終了時には同等の得点しか得られなかった。言い換えれば、大将軍である健常者は、より短い時間で、大麻使用者と同等の得点を得られたということである。なお、南カリフォルニア大学やスイス、フランスの研究でも、同様に、 大麻使用者と非使用者と比べても無気力になったり、成績薬や飛行行動を起こすといったことは見られなかった。現在、大麻の免疫系に対する影響は不明瞭であり、大麻の使用が免疫系の T 細胞や B 細胞の機能をわずかに断続的に混乱させるとする研究はあるが、他の多くの研究では正常値を示している。1974年に行われた研究で、 大麻使用者の免疫機能低下が見られたが、多数の追試実験では再現することはできなかった。動物実験では、リスザルに人間が通常摂取する、およそ1000倍の量に相当する 100mg、kg の THC を1日に投与した結果、ヘルペスが増加したと報告されている。百七十四年に発表された男性の長期、大麻乗用者を対象とした研究では、 男性ホルモンの一種であるテストステロンが44%も減少し、性機能が低下して性液に異常が見られたと報告されている。が、他の研究では、テストステロンの減少を再現できていない。1日に、ジョイント20本の喫煙を30日間強制させた。実験ではわずかに性液の濃度が低下したが、結果は正常範囲内であり。 生殖力に影響することはないとされている。また、動物実験では大量に THC を投与した場合に、ホルモンが変化し、排卵が抑制され、投与を中止した場合に正常化されたとする研究報告がある。別の実験では、メスザルに対して1年間の THC 投与で、体勢が形成され正常な排卵周期に回復している。 1984年に、大麻の有害成分は胎児にも影響を及ぼし、胎児の大麻中毒や流産、死産の原因にもなり、妊娠時の大麻喫煙による胎児への害の調査報告がなされているが、母体の加齢、タバコ、アルコールなどの交楽因子を考慮した場合、大麻との関連性の統計的優位性を失うことが指摘されている。また多くの研究ではタイマによる、 悪影響を見出していない。ジャマイカで行われたフィールド調査では、妊娠時に大麻をお茶にして飲んでいることが多かった。母親とそうでない母親の乳児を比較した結果、歳は見出されなかった。初期の研究には重度の大麻使用者の脳に構造的変化が見つかったと主張するものもあるが、それ以降の先進的な研究では再現されたことはない。質的には、 17歳以下からの大麻常用で大脳は開発質の割合が小さくなることが報告されている。これに対してネイサン・クライン精神医学研究所とニューヨーク大学医学部の MRI 装置を使えて、18歳以下の被験者を対象とした研究では脳萎縮症や大脳白質全体の発育不足などが起こるという証拠はない。としている。ハーバード大学医学部などの別の MRI 研究でも、大麻使用者と非使用者の違いは見られなかった。1980年の動物実験では、大麻の使用でリスザルの海ウ馬ウや扁桃体周辺のシナプスなどに微小な構造変化が見られたが、追認されておらず、1991年の研究では、リスザルに1日にジョイント4から5本相当の1年にわたって強制的に吸引させたが、海馬や細胞、 シナプスなどの変化は見出せていない。オハイオ州立大学の研究では、大麻の特定成分が、老人の脳の炎症を減らすだけではなく、新しい脳細胞の生成を流す可能性があるとしている。また、大麻成分のカナビの井戸が、アルツハイマー病の症状を緩和し、病気の進行を抑える役割があることが分かっている。2016年6月30日。 大阪大学大学院医学系研究科解剖学講座分子神経科学の木村文隆准教授を中心とする研究グループは外来性に大麻を摂取することにより大麻に含まれるカンナビノイドが必要なシナプスまで刈り込みを行い大脳皮質神経回路の破綻をきかすことを発見し大麻や危険ドラッグが脳に悪影響を与えることの科学的根拠を明らかにしたこと 米国科学誌、ジャーナルオブロスイアンスに公開した。大麻の使用は注意力、学習力、記憶力などに影響を与えるとされており、慢性的な認知障害を対麻地方症としているが、科学的根拠はなく、多くの研究では、慢性的な認知機能への影響を見出せてない。また大麻によって、過去の学習記憶が損なわれることがないとする、研究報告がある。 2002年の臨床実験では、大麻の使用は、知能指数に、長期的にネガティブな影響を与えないとしている。フメリーを使った研究では、大麻使用者の脳における作業記憶域と、注意選択域を非使用者と比較した、長期的損傷があることを見出せず、脳機能パターン全般においても何らかの違いは、なかった。ソーセージ比較法を用いた研究でも、認知能力には、 長期タイマ使用による顕著な後遺症は見られなかった。フランスの消費者情報誌60ミリアンズマガジンが行った研究によると、タイマの最も一般的な消費方法であるジョイントとして消費する場合、吸引される煙に含まれる有害化学物質は通常のフィルター付きタバコ、実験ではマールボロ赤箱と比較の約7倍であるという調査結果がある。 つまり、ジョイント3本で、タバコ20本分という計算になる。これは、一般的なジョイントにはフィルターを通さないことでタール、などの有害物質を直接摂取してしまうことが、要因とてある。また、カナダの研究では、タバコと同じような吸い方でタイマを吸った場合には、タール量は変わらず、強く吸った場合に、タール量が2から2.5倍増えることが示されている。 大麻と癌の因果関係は、疫学、臨床研究は少ないため、確証には至っていないが、大麻の長期常用は、タバコの煙と同程度に、気管子や上皮細胞が前癌状態になりやすいとしている。また、タバコと大麻の併用が、慢性閉塞性肺疾患の症状が悪化することが示されている。大麻は依存性が低く、少量で効果を得ることが可能であるため、 タバコのように長期間にわたって毎日のように終日何本も吸うことは非常に稀であり、大麻の月間消費量はジョイント平均18.7本である。これに対してタバコ喫煙者はタバコを1日に平均15から20本をほぼ1年中繰り返して吸うためタバコ喫煙者の方が消費量が多い。大麻喫煙者がコウムルタールによる害は1日の 一般的な消費量、タバコ20本、ジョイント1から2本で比較して、タバコの1、3ほどということになる。カリフォルニア大学の主導で行われた研究では、長期的に大麻を常用していても肺がんになるような関係を全く乱すことはできなかった。としている。また年間のジョイント消費量が10から30本の大麻使用者に限ると逆相関関係にあることが示された。 これに対して、タバコ使用者の場合は、肺がんの発病リスクが20倍になるとしている。別の研究でも、高校癌と蒸気道癌も、大麻との関連性はないとしている。大麻成分のカンナビノイドには、抗がん作用と生物の活性や反応を刺激し、煙の発がん作用を抑制して、癌の発生を誘発する不安定なフリーラジカルの生成に関連する。 免疫システムの暴走が起こらないようにする働きがある。これに対して、タバコの煙に含まれるニコチンは、癌細胞の成長を促進し、細胞に血液を供給する働きが知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。